こんにちは。350ジャパンという国際環境 NGO で働いています荒尾ひな子です。私が小さい時に祖父が物をすごく大切にする人で、それに影響を受けて、なんか自分もこう自分でこうゴミとかでこう何か物を作ったりとか、そういうのが好きだったんですね。で、数年前に YouTube の TED トークでベア・ジョンソンさんっていう人 の生活を見て、ゼロ・ウェイスト・ホームっていう本を書いてる方なんですけど、それでうわーすごい、こんなに完璧にやってる人がいると思って、それでなんか自分もやってみようと思って始めました。ゼロ・ウェイストのライフスタイルっていうのは、一言で言えばこうゴミを減らそうとすることなんですけど、自分が物を買って捨てるまでの間にこうどれだけこうそれに責任を持っていけるかっていうことで、ここまでいったら完璧っていうのがないので、私もこうゼロウェイストを目指してこう日々こう次自分ができること何かなっていろいろ工夫しながら進んでいってる感じですね。あとは、自分で作ってみること、例えばこう着れなくなった服とかでもそれをゴミとして見るんではなくて、こう素材として見る。あ、この服かわいいけどもう着ないなってなった時に、あ、これで今キッチンで使ってるこうミトンが汚れてるから、そのミトンのカバーを作ろうとか、捨てるっていうコンセプトじゃなくて次のオーナーさんを見つけるっていう風に考えてます。ゼロウェイストもこうゼロウェイストを通してゴミを減らそうとすることも、あと350は気候変動問題の解決に向けて市民運動の構築をしているんですけども、気候変動問題とかやっぱりこう自分の生活から変えれることっていっぱいあるんですけど、それはすごく助けになるけれどもこう十分ではないので、やっぱりこうみんなで力を合わせてこう企業とか政府とかに働きかけていくことは重要だと思います。ゼロウェイストをやってるとすごいこうなんか完璧にやらなきゃいけないんじゃないかとか、こう今こう本を書いてる人とか YouTube に出てる人がかなりこうハイレベルのゼロウェイストをしてるので、すっごいそこまでやらないといけないって思ってる人がいると思うんですけど、私はそんなこと全然ないと思っていて、こうできることから楽しんでやればいいと思ってるので。